キンプリナンバーアンダーラインアイ再結成の可能性はファンが知らない驚愕の計画。平野翔の新天地での成功と苦悩。ナンバーアンダーラインアイのメンバーが抱える秘密とは ?2023 年エンターテインメント業界において大きな転機を迎えたのが、キングプリンス、イカキンプリとナンバーアンダーラインアイの二つのグループです。 かつて一緒に活動していたメンバーたちが新たな道を歩み始め、それぞれが異なる方向に進む中で、ファンたちは彼らの動向に注目し、時には対立しながらも応援し続けています。この記事では、キンプリとナンバーアンダーライン愛の分裂とその後の関係性について詳しく探りながら、彼らの成長と未来への期待を綴っていきます。キンプリは2018年にデビューし、 その華やかなパフォーマンスと個性豊かなメンバーで瞬く間に人気を博しました。しかし、2023年にはメンバーの一部がグループを離れ、新たにナンバーアイを結成するという大きな決断を下しました。この背景には、海外進出を目指すメンバーと国内での活動を続けたいメンバーとの間に意見の相違があったことが報じられています。特に注目されたのは、 金プリの中心的存在であった平野翔の動向です。彼はナンバーアンダーライン愛の結成とともに新たな挑戦を開始し、音楽活動のみならず、ルイ・ビトンのアジアアンバサダーとしても活躍しています。このような彼の姿勢は、ファンのみならず業界内でも大きな話題となり、彼の新たな挑戦を応援する声が広がっています。一方で、金プリに残った長瀬門と高橋海人の二人も、 新体制の中での活動を精力的に続けています。彼らは5月に放送された音楽番組 WithMusic に出演し、デビュー曲シンデレラガールを披露しました。このパフォーマンスは新たなスタートを象徴するものであり、ファンからは多くの賞賛の声が寄せられました。興味深いのはナンバー愛とキンプリの関係性です。分裂後もお互いの活動を尊重し合い、 特に長瀬と高橋はナンバーアイのパフォーマンスについて大好きな兄貴分と称賛しています。この発言は SNS 上で大きな反響を呼び、ファンからは絆が続いていると感動の声が上がりました。しかし、すべてが順調に進んでいたわけではありません。分裂当初、長瀬は平野たちのナンバーアイ結成を知らされておらず、突然の発表に困惑したといいます。 彼は当初、何なんだよ、あいつら、と失望していたそうですが、直接話し合うことでお互いの理解を深め、和解に至りました。このエピソードは、グループの絆の強さを示すものであり、ファンにとっても感動的な瞬間でした。さらに、2023年7月に放送された音楽番組、音楽の日では、長瀬と高橋がかつてのメンバーの衣装を思わせるデザインのジャケットを着用して、出演しました。 この姿勢は、ファンに対してグループの絆を強調するものであり、大きな話題となりました。ファンはこれを絆の象徴として受け取り、彼らの関係が続いていることを喜びました。また、1月には平野の誕生日に流せがインスタグラムのストーリーで特別なメッセージを投稿し、ファンの間でやりとりが続いているのではないか、と大騒ぎになりました。これらの出来事は、 グループが分裂した後もお互いを思いやる姿勢が続いていることを示しています。ナンバーアイの活動も目覚ましいものがあります。彼らは音楽活動だけでなく、CM 出演や他のメディアへの露出も増え、その影響力を拡大しています。特に平野はソロとしても活躍の場を広げており、若い女性たちから強い支持を受けています。彼の存在感はますます大きくなり、 業界内での評価も高まっています。一方で、金プリに残った長瀬と高橋も、新たな挑戦を続けています。彼らは二人の体制になったことで、それぞれのパートが増え、パフォーマンスの質も向上しました。長瀬は、歌番組でアップで映る回数が増えたと語り、二人体制の中での成長を実感しています。また、高橋も、自分の歌うパートが増えたことで意識が上がったと語り、 二人での活動に自信を見せています。このように、キンプリとナンバーアイはそれぞれの道を歩みながらも、お互いを尊重し、応援し合う姿勢を見せています。ファンにとっても、この関係性は大きな励みとなっており、彼らの活動を見守り続けています。最後に、これからの彼らの活動に期待を寄せるファンの声に耳を傾けてみましょう。多くのファンは、いつか再び五人でのパフォーマンスを見たい。 と願っています。彼らが再び一緒にステージに立つ日が来るのか、それとも、それぞれの道を歩み続けるのかは、まだわかりません。しかし、どのような未来が待っているにせよ、彼らの挑戦と成長を応援し続けるファンの熱意は変わりません。2023年は、キンプリとナンバーアイにとって大きな転機となった年でした。分裂という試練を乗り越え、それぞれが新たなステージで輝きを放つ姿は、 多くのファンにとって感動的なものでした。これからも彼らの活動に注目し、その成長を見守り続けたいと思います。そして、いつの日か再び5人が一緒にステージに立つ日を夢見て、応援し続けましょう。キングプリンスとナンバー・アイ、それぞれの道を歩む彼らの物語は、まだ始まったばかりです。新たな挑戦と成長を続ける彼らの未来に、さらなる期待を寄せて見守り続けましょう。 彼らの絆がどのように進化していくのか、そしてそれがファンにどのような感動をもたらすのか、これからの展開に目が離せません。彼らの物語はまだ終わりではありません。むしろ、ここからが本当のスタートと言えるでしょう。金プリとナンバーアイの双方がそれぞれのフィールドで成功を収めつつある中で、ファンたちは彼らの次の一手に胸を躍らせています。まず、 金プリに残った長瀬角と高橋海人について掘り下げてみましょう。二人は分裂後、新たな体制での活動を通じて多くの経験を積んできました。長瀬は歌番組でアップで映る回数が増えたと語り、自分自身のスキル向上に励んでいます。また、高橋もダンスや歌のパートが増えたことで、より一層の努力をするようになったと語っています。これらの発言からもわかるように、 二人は新たなチャレンジを前向きに捉え、個々の成長につなげています。一方、ナンバーアイは平野章を中心に、神宮寺優太とガン太の三人で結成されました。彼らはデジタルシングル、ゴートで音楽活動を再開し、さらに新曲、ボン、も大きな話題を呼びました。特に平野は、ルイ・ビトンのアジアアンバサダーとしても活躍し、その存在感をさらに強めています。 平野が出演する CM や関連商品は飛ぶように売れ、彼の人気はますます高まっています。このような成功は、彼らがナンバーアイとしての新たな道を選んだことが正しい選択であったことを証明しています。一方で、金プリの長瀬と高橋も新たな挑戦を続けています。彼らは音楽活動のみならず、ドラマやバラエティ番組にも積極的に出演し、 その幅広い才能を発揮しています。特に長瀬は俳優としても高い評価を受けており、その演技力は多くの視聴者から賞賛されています。高橋もダンスや歌のスキルを磨き続けており、彼らの成長は止まることを知りません。ファンたちは、キンプリとナンバーアイの両方を応援し続けています。彼らがそれぞれの道を歩みながらも、お互いを思いやり、尊重し合う姿勢は、 ファンにとって大きな励みとなっています。SNS 上では彼らの活動を応援するコメントが溢れており、彼らの成功を共に喜ぶ姿が見受けられます。最後に彼らの未来に期待を寄せるファンの声に耳を傾けてみましょう。多くのファンはいつか再び5人でのパフォーマンスを見たいと願っています。彼らが再び一緒にステージに立つ日が来るのか。 それとも、それぞれの道を歩み続けるのかはまだわかりません。しかし、どのような未来が待っているにせよ、彼らの挑戦と成長を応援し続けるファンの熱意は変わりません。